日内ヶ岳山頂芝安倉最高地点ですね。360度ぐるっと回ります。こっちが尾瀬ヶ原、それと向こう側に志布志山ですね。で、左に振っていくと、私の女房がいまして、その向こうが尾瀬沼、それと手前側の山が身延内岳ですかね。で、ちょっと山頂部分岩だらけで危ないんで、僕ちょっと映りますと、女房がここが日内ヶ岳のもう一つのピークですね。マナイタグラと言います。今ガスが上がってきましたね。このガスの向こう側が会津駒ヶ岳なんですけど、ちょっとガスってますね。で、この山頂の標識と、でまたぐるっと回って、尾瀬ヶ原ですね。山頂広いんで休むのに